こんにちはこびったですいつもアフレコするときなんか元気がない人みたいな喋り方をしてしまうので今日は最後までちょっとと元気めに行こうと思いますますずこのカフェはダンダスウェストの駅から歩いて5分ぐらいのところにあるんですけどこの裏にこんななんか素敵な空間があってすごい瞑想に良さそうな音楽が流れててもうほんとなんか時がゆっくり流れてるみたいな感じの超いいあのスペースがあるので行ってみてください。ででこれマックで5ドルの靴下買いました でえっと、ここのベーカリーめちゃくちゃ本当に超美味しくてめちゃくちゃおすすめですいつもこのタルトあのエッグタルト買うんですけどこの日チョコバージョン初めて見たので買ってみましたもうこのチョコがもう中から本当溢れ出してあでこれもめっちゃ良かったですあのクリームがバンバンに詰まってましたでここずっと行きたくてグーグルマップに保存しててなんか歩いてたら突然出てきたので行ってみました 私マッシュルームのサンドイッチを Google マップで見てそれがめちゃくちゃ美味しそうでずっと行きたいなと思ってたんですけど、まあ、本当偶然通りかかったのでこの日はアイスだけ買いましたちょっと汚い食べかけが通りまましたすいませんで、えっと、これがその隣にあるお店なんですけど雑貨屋さんみたいな感じでもうこの空間どこ見ても可愛くてもう本当に可愛い私こういう空間本当に大好き。 はいでえっと、ここはラニーメイドの駅から徒歩23分のところにあるベーカリーでずっと行きたいなって思ってたんですけどあのやっと行けました私のコアカはここのクッキーあこれですねこれが大好きって言ってましたでこの日はイースターで日曜日だったので周りのカフェとか結構休みのところが多かったんですけどここは空いててで私がこのパンを一つ食べている間もずっとお客さんが来続けてました 私去年の誕生日にケーキを職場でもらったんですけどそのホールケーキがめちゃくちゃ美味しくてどこで買ったんだろうこんな美味しいケーキと思っててで o g l e マップを見ていたらここのサイトに私のそのケーキが載っててえここだったんだってあのこの時に初めて知ったんですけどそのケーキも超美味しかったですでお腹が全然あのまだめちゃくちゃ空いてたので2つ目の、えっと、これはマフィンを食べましたマフィンも美味しかったです で、えっと、これがバルザックコーヒー、私は、なんやかんやでバルザック、初めて行ったんですけど、店内、めちゃくちゃ綺麗で、おしゃれで、可愛かったです。まあ、それはね、それは人気になりますよねっていう感じでした。で、そのバルザックからチャリで2、3分のところにあるカフェにやってきました。で、ここでは、えっと、もう飲み物はバルザックで飲んだので、クッキーだけ買いました。で、中はこんな感じで、座るところもあったんですけど、天気が良かったので、外で食べました。 でそこからまたチャリを漕いでえっとこれえっとなんていう場所だったかなんかあえっとオンタリオプレイスですねにチャリで来ましたこの日は気温が30度近くまで上がってたんですけどこの次の週にまた10度終割ったりとかしてもうなんか天気意味わかんないことになってるので、はい、大変ですでこの日はですね歩いてジムに向かってたらこの集落を発見して私が持ってるものよりはるかに強そうだったので ちょっと一旦ジムに行ってマシンの上でずっとマシンやりながらうわどうしようちょっとえでもやっぱ欲しいなって思ってジム終わってからまた見に行ったらまだあったのでゲットしましたでこれはダッファリンとランズダウンの駅のちょうど真ん中ぐらいにあるところなんですけど雑貨屋さんというかポスターとかあとポストカードとかこんな感じでめちゃくちゃ売っているお店ですランズダウンに住んでた時にこの辺よく散歩してて来たことはあったんですけど何も今まで買ったことはなくて ただ可愛い,いな可愛い,いなって眺めるだけだったんですけどちょっと今回はこのあのこっちじゃなくてあのさっきのでかい方のポスターをなんか壁に貼りたいなって急に思ってで値段聞いたら5ドルちょいですごい安かったので2つほどちょっとあの購入いたしました。 この日は超暑かったのであの、スイカ食べたくなる気持ちも分かる分かるって思いながら歩いてました。で、私もやっぱ喉乾いたなって思って、駅から、えっと、1分も、1分も行かないぐらい30秒ぐらいのところに、多分この去年ぐらいにできたカフェなんですけど、行ってきました。で、前来た時も超いっぱいで入れなかったので、で今回ちょっとリベンジをさせていただきました。で私がランズダウンに住んでた頃はなかったので、 本当に1年まだできて1年も経ってないいんだと思いますでも超人気っていう感じでしたちょっとこの日はあの多分時間が良くてあんまり人いなかったんですけどはい美味しく茶イラてをいただきましたでこれはジェーンとラニーメイドの間にあるまたあの雑貨屋さんなんですけどあのとにかくめっちゃ広いです広くてほんといろんなものがたくさんあってかわいいですでこの左に今映ってるのとかお茶ですでこれがあのお風呂に 投げる投げ入れるボールたちです。あのシュワシュワシュワってなるやつだと思います。で、これめっちゃ可愛いんですよね。あの石鹸です。これとかもうめちゃくちゃお土産にいいと思います。本当デザインが全部可愛すぎて、こんなんもらったら絶対嬉しいと思いながら見てて。あの奥の方には結構子供用のおもちゃとか。 も色々ありますで一個私めっちゃ可愛いの見つけてこの一番上の段の真ん中のオレンジのチューリップのこれめっちゃ可愛くないですかめっちゃ可愛い今見てもめっちゃ可愛いであとこの辺は全部パズルになってて確か1000ピースだったと思いますこれ並んでるだけでほんと見るの超可愛くてで、えっと、これがあのハンドソープたちなんですけどえこんなのもらったらマジで嬉しいよって思いながら。 見てましたでここがちょっと遠いので皆さん多分絶対行かないと思うんですけどマジで超安くてこのクッキー6個で7ドルっていうもう意味わかんない値段で,でしかもクッキーもしっかりなんかちゃんとしてるあこれですこれもう超なんかごっついクッキーなのにでああとこれもあのちょっと買っちゃいましたなんか安かったのでついでに買っちゃいました。